はい、本日はお疲れ様です。はい、お疲れ様です。名前を教えてください。山本勝利です。はい、今日自分のプレーはどうでしたか？ママでした。ママ、どういうところがママでしたか？もうちょっとドリブルしてもよかったと思う。もうちょっとドリブルした方がよかった。じゃあ、今日練習でチャレンジしたことは何ですか？なるべくドリブルで人を抜かすようにして、シュートできるようにしました。じゃあ普段チームではポジションはどこをやっていますか？センターの方。センター。はい。センターバック。はい。ボランチとか。ボランチとか真ん中らへん。はい。好きな選手はいますか？はい。誰が好きですか？清武です。清武選手。それはどうしてですか？全部のポジションができるから すごいなって思います。将来の夢は何ですか？サッカー選手です。サッカー選手。はい。どういうサッカー選手になりたいですか？いろんな人を抜かせるようなドリブルで選手になりたいです。じゃあ慣れるようにこれからも練習頑張ってください。はい。はい、じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。